いろいろあるで、おすすめランチ。はい、麻婆茄子。美味しそう。妻の麻婆茄子。週替わり。中華日替わり定食か。完成です。すごいボリューム。いや本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。レタスチャーハンちょっと美味しそうな気がするけど、すごい卵、違う、トマト卵丼やん。オムライスあるよ。麻婆茄子煮られ唐揚げ定食安くね、650円。今日ここにしましょう。それでは行ってみます。椅子屋さんはどこだ。初めて来た、ここ。あ、お店あった、ここだ。セリアの前、便利。よろしく頼むぞ。すごいお店綺麗ね、うん、素敵。何にします、カイン。いろいろあるで、おすすめランチ。昼のおすすめランチ、週替わり。よいしょ、封印してみようかな、俺も。食べたいのなんかある、うん、すごいいろんなメニューある。これってすごくね、1000円コースって飲み物のセットで、これを頼んだら1500円で飲み放題です。だから2500円で食べ飲み放題ってこと。ん、これとプラス1500円で飲み放題、うん、食べ飲み放題ができる。食べはこれなんじゃない。あ、食べはこれか、うん、あ、これに飲み放題1500円つけてくれってこと、うんうん、どれが麻婆茄子かな。麻婆茄子、麻婆茄子定食かな、うん、よし。餃子もいいけど、餃子も頼むじゃん。麻婆茄子定食にしようかな、うん、すいません、週替わり定食いけますか。週替わり麻婆豆腐野菜炒めどっちしますか。麻婆豆腐と野菜炒め、うん、どっちが食べたい、はい、野菜炒め。野菜炒め、はい、これってご飯大盛りは無料、はい、できます。それも無料ですか。はい、そうです。あ、じゃあご飯大盛りで、はいはい、もう一つがと麻婆茄子定食で、はい、普通でよろしいですか。はい、じゃあよろしいですか。はい、お願いします、はい、すごい。お飲み物、リアルゴールドがございます。へえ、新しい。他にもなんかちょっと食べれそうなら食べようかな。餃子餃子そうね、一回定食が見てからかな。ちびてお水です。すごい、これ仲良しランチ、2人分で1500円。こちらが はい、麻婆茄子。美味しそう。妻の麻婆茄子、ラーメンと麻婆茄子と白いご飯の上です。週替わり、中華日替わり定食か。あ、週替わり定食。美味しそう。それではいただきます。さあ、行くぞ。うん、美味しい。ご飯重いです。野菜炒めです。うん、美味しい。うん、あっさり、あっさりラーメン。ああ、そう、うん、そっか、ラーメンはデフォルト、デフォルトじゃねえ、あの決まってるの。
うん、あっさり美味しい、うんうん、食べて唐揚げ、あく唐揚げ、あく、暑いな、うん、辛い、うそ、うん、暑い、食べてやさ、本当に暑いよ暑い、うん、暑い、うん、出来たて、これなら子供と一緒に来ても、うん、あのね、雰囲気がいい、モリモリ、うん、熱い、うん、美味しい、熱い、コンパクトなラーメンがいい、辛い、辛いよね、うん、ピリピリ、うん、ごちそうさまです、ごちそうさまでした、ありがとうございます、さあ、あっさりでした、次行ってみましょう、にゃんこ先生、すごい寒い、いちごバニャニャ、ケーキ屋さんです、すごいボリューム、うなよいとかしません大丈夫ですか、好きなんです、大好きすぎて、 ありがとうございます、はい、新しい橋を渡りながら、すごいボリュームやね、もう一番大きい今まで今までクレープ屋巡りもしてたんで、あ、そうなんですか、大きい、はい、でかっ、もうボリュームが売りで、バナナは丸々1本入ってますし、すごい、皆様ボリュームに驚かれますね、なるほど、バナナでございます、すごい、すごいよ、生クリームは動画映え、動画映え、嬉しい、ちょっとソフトクリームみたいになりますが、すごいよ、本当にこれはすごい、うん、これは動画を見た方大変でもワンオペなんで気をつけてください皆さん、はい、すごいね、大きい、めちゃめちゃ大きい、あ、出てきた、はい、にゃんこちゃん、ちょっと待ってくださいね、選びますね、さすがです、いいお顔のあ、耳取れた、ちょっと待って、耳取れました、耳取れ、ちなみに動画になっちゃいますけど耳取れました、耳取れてしまう、あ、かわいい、うさぎだ、さあ完成、お母ちゃんビルさん乗ってますね、完成です、すごいボリューム、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、バレンタインもありますので、ああ、またバレンタインで、バレンタインキャンプを作ろうと思ってますので、また来ます、ま、じゃあ、はい、ありがとうございます、また来ま す、また動画のコメントもお待ちしております、ありがとうございました、ありがとうございます、
さあクレープを買って次は新しい橋、どこだこれ、どこが橋かわかんない、これが橋か、新しい橋を渡って帰りましょう。すごい素敵なオーナーさんでした、クレープ屋さん。皆さんぜひお近くに行かれた際はボリューミーな、だいぶボリューミーなクレープなので、ここはどこだろう、これを渡れば橋になる、ここなの、初めて通る、これかな、多分新しくできた道だから。あ、これだこれ、あーこれだこれ、そう、島村ができてる、へえ。すごい、人口がめちゃくちゃ増えてる森田。これね、新しい橋、クレープも買えて、すごいボリュームいいです、大丈夫です、お腹いっぱいです、すごい、3つ分ぐらい普通のクレープの。ちょっと見せれないのが残念ですが、あの最初の買ったとこの動画を見てください。もう今バクバク食べてます、すごいボリュームがすごい。クレープ好きな方はぜひ一度行ってください、概要欄に載せておきます。だいぶここを通ってくればすぐ行けたの、新しい通り、おー、これね、新しい橋ね、あ、で隣が北陸新幹線が走っていくという感じ。あ、すごい、エルパまですぐだわ、これ。ここ通るのね。皆さんエルパからも近いんで、ぜひクレープ屋さん行ってみての。よろしく頼むぞ。なら、じゃあの。